け。今日はどうやって私を楽しませてくれるのかな。流浪剣姫じゃない、流浪盾姫捕獲指令ということで、新しい子が増えました。この子はクラムシェルちゃん。あんたのことなんて何にも興味ないから、友人の私と一緒にいられること感謝しなさいよ。それ以上私を触るようならあんたを食ってやる。お願いします、いろんな意味で。ちょっとね、いきなり現れたもんで登場シーンを見るのを忘れちゃったけども、というか収録し忘れちゃったけども、ちょっと名簿で見てみましょうか。友人クラムシェル。私の名前はクラムシェルよ。名前は二枚貝という意味で、長いアームの先端についてるバケットを二枚貝のように開閉して土砂を掴んで掘削するわ。主に川床や建物の地下を掘削してるわね。かわいいね、神キャラ。よし、今日もまずはエーテルを上げていろんな子を酔わせてみようかな。ささ、行ってください。姿勢維持に問題が発生しました。いいですな、この取れ具合、紐の取れ具合。意識レベルが低下しています。早期の是正が必要です。それはまずいな。活動に問題が出ています。意識レベル現在意識1視覚に問題発生。親方が複数います。ダブルスで言ってるからな。シュバワワワと反復横跳び。そろそろ残像が質量を持ち出す頃だ。よし、それでは情報を開示します。いけ、進化だ。これでもっと効率的に動けます。パッと見あんま変わってないね。邪魔をしないでください。邪魔をし、親方、今日の目標を教えてください。そうだな、今日の目標は邪魔をしないでください。再生数5億達成できるかな。やっぱ目標は高く設定しないとな。インパクトドライバーマイナス、螺旋の盗賊団頭領。そんな。インパクトドライバーにマイナスドライバービットを取り付けたインパクトドライバーマイナスです。電動になったことでより効率的にネジを締め付けることができます。あんまり小径のネジを締めようとするとネジが切れてしまうのでご注意を。実際に扱う人に対してのメッセージだね。コンストラクションサインちゃん、お飲みください。これ美味しいね。もっとあげようか、あと50杯ぐらい飲ませてやろうか。つつかれるの嫌いなの。つつかれるの、つつかれるの、近づくと危ないよ。近づく、つつかれるの嫌いなの。俺は好きだよ。忙しいからまた後でね。よし、俺も忙しいからもう進化させよう。死人状態問題なし。エレクトリックサインボード、光の力を手に入れて強力な結界を張ることができるようになった。かわいい、なんか魔女っ子、魔女帽子みたいなの被ってるね。何か占う、あまり近づくと危ない。これ以上は侵入禁止。おお、新ボイスも増えたね。光の不術師、エレクトリックサインボード。エレクトリックサインボード、いわゆる電光掲示板。夜でも視認しやすくなった。やはり危険だから近づかない方がいい。なんだか楽しい気分になってきましたわ。おうよ、俺たちも楽しくなってきたぜ。あら、親方様、いつからそこにいらしたのですか。
そうだな、約10分前だな、収録を開始したいい気分ですわ。あら、おい、あまり私を困らせないでください。親方様を一生動けない体にしてしまいますわ。怖いわ。しかももう喋り終わったかと思ってこうとかちょっとかぶっちゃったじゃないか。そんな子には、そんな子には進化のあれをあげる。タンクローリーちゃんに。これが私のステータスですわ。オイル10個。私の真の名前は危険物ローリーですわ。生まれ変わった私の姿、なんて美しいのかしら。美しすぎて全ての性を奪ってしまいそうですわ。また被ったし、すこれ危ない。キーとかさ、毒とか書いてあるね。背中に何が入っているかそれは知らない方がいいですわ。本当、漏れるの気をつけてね。背中に何が。親方様は面白い方。あら、間違えましたわ。面白い顔ですわ。なんで割れたの。面白い髪の毛とかよく言われるけど。あまりお寄りにならないで。それ以上見にくくなってはかわいそうですわ。ちょっと忠告があったのに、ついモニターまで近寄ってしまったよ。すごい名前だよな。タンクローリー横文字だったのが危険物ローリー毒舌家の運送や。私の新しい名前は危険物ローリーですわ。数多くあるタンクローリーの種類のうち、危険物、主に石油、劇薬類を運搬するようになりましたわ。ロリ服を着た危険物。とりあえず手持ちのエーテルが最後だ。また買ってこなきゃ。親方さん、私の特製蜂蜜をエーテル一緒に飲もうよ。何？トラックミキサーちゃんの蜂蜜とエーテルだと？なんというカクテル、ビミナリ。蜂蜜をドラムいっぱいに食べたい。この子はなんだ？ミツバチか。だからか、クマ系かなと思ったけどもね、ミツバチだね。なんだか楽しくなってきちゃった。私ローヤルゼリーの傭兵なんてね。酔ってる酔ってる。ちょっと酔いざましに進化させてやろう。よかったら今後の参考にしてね。オイルなくなっちゃった。でけえ。それが私の新しい名前だよ。みんなこれからもよろしくね。ここがめっちゃでかくなった。トレーラーちゃんとタンクローリーちゃん、元気にしてるかな。死んだよ。トレーラーちゃんと蜂蜜を食べると元気が出るよね。うん。あまりツンツンするとこっちも親方さんをチクチクしちゃうよ。へえ、チクチクしないで、怖い怖い。てかねえ、ミツバチ属性だったら、ミツバチって確か一回刺すとアフンなんだよね。だとしたら危ない危ない、刺さないで。アジテータ、無邪気な運送屋。アジテータ、それが私の新しい名前だよ。見た目はほとんど変わってないけど、今は現場まで骨材とセメントが分離しないよう混ぜながら移動するようになったよ。ちょっとおっぱい離れすぎじゃないですかね。に、任務の準備は万全です。そろそろ3も行くか。このレベルだったらいけんだろう。相変わらずね、なんだろう、徐々に育ててはいるのよみんな。ただそのなんだろう、お供として強いのもちょいちょい入れてるから、結局今まで使ってた、メインで使ってた子らもレベルが上がってきちゃって、結局な、なんだろう、それでは現場に出してるのがいつも同じメンバーになってしまって申し訳ねえ。新しい子もみんなに見せたいんだけどな。さあモンスター出現。初めてここ来た時はね、あっさりやられてしまったけども、だいぶ太刀打ちができるようになっただろう。お受けくださいます。確か40後半だか50ぐらいだっけ、ここのさっきのレベル。としたら60超えがいるんだから、まあプラス10ぐらい持ってんだったらいけるんじゃないかと、そう踏んでいる。いいねいいね、食らってない食らってない。お、これは完全なる勝利、いけるか。終わりにいたします。突っ走。さあもう一撃食らわしてやなさい。あと一発。レイコは舌を引っこ抜いちゃ
抜いてやったぜ。私戦ったよ。エロいでしょ。エロいエロい。ボイルポテン。あ、そういえば最近あのポテンとか、あと何だっけ、あの黙々としてるやつ、スモークかなのメタルのやつ出たらしいね。経験値の高いやつ。もう少し前に進みますわ。よし、一発でボス出現。牛っ子、火山を背負っている。モンハンとかに出てきそうだな。ちょっと硬いやつだな。終わりにいたします。さあ、なんとかやっつけ切りたい。鳥系じゃないから多分当たりやすいでしょ、こいつらにも。負けられないのよ。負けられない戦いがここにある。さあやってくれ。たまに勝ってくれればいい。まだいける、まだいける。うん、多分勝てる。よし、うん、勝てる。この子たちのこの目の輝きを見てくれ。うむ、勝てる。あの少年時代のバキが半間裕次郎と戦う際に、あの少林拳法の人とか応援に来てくれたじゃん。その人がうむ、勝てるって言ったでしょ。あの根拠のない、それぐらい根拠のない自信で俺は言った。うむ、勝てるってな。しつこいわね。さあ行くぜ。闇の祝福を。ステータスも上げ、防御も下げ。まずい敵をやっつける。さあ、あと一体やっつけられるよね。心配になってきた。大丈夫大丈夫。あと一人の攻撃でやっつけた。はい、オッケー。疲れました。ボルゲイン、この戦果もまた。お前もまさしく友だった。皆様のおかげです。お肉やったぜ。お肉よ、お前もまさしく友だった。から戻ってきました。3の2が解放。これで1つ、これも、お、いろいろもらえる。コンテナとかもらえる。やったね。続けて3の2チャレンジいきましょう。オッケー、レディーゴー。進もう。よし、3回目のチャレンジでボスにたどり着いたぜ。てか色違いと思いきや顔がちょっと違う。かわいい。なんとかやつが切りたいな。うお、攻撃下げたら上げ上がった。何その上げ下げプレイ。寄せて上げ上がって、いや違うな、こいつは上げてない。自らの、おお班長じゃなくてよかった。で、何言ってたっけ、この子のおっぱいがすごいっていう、そういう話か。削りきれるかな。もうこの子はね、重症になってしまって多分ステータス下がってるだろうから、他の子たちでなんとか。おお、避けるなよ。野戦でなんとか倒しきれるか。てか可愛いな、敵の声も。ちょっぴり痛いかな。全然平気とか変なこと言うからだよ。全然問題ないですとかそう言いなさい。問題だらけだな。うわー、これ厳しいね。でも厳しい、無理かもって言っときながら、うちの艦隊はいつもやってたからな。いけ、当てていけ。もう一丁、もう一丁。ナイス三段。いけ、精密。よし、あと一撃とどめ。よくやった。疲れました。いつものパターンでやっつけたぜ。イグニス撃破。私がトップね。どう、かっこよかったでしょ。おうよ。ああ、もう探索チームのメンバーが帰ってきたわ。ふう、なんとか倒したぜ。次いくつぐらいだろう。リングの準備は万全です。57か、もうちょっと上げてればだね。そして資材消費が結構激しくなってきたなって思って、こちら受領で。ごちそうさまです。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。